はい、石川さん、今戦略社長塾が終了しました。はい、感想をどうぞ。はい、どうもありがとうございました、後藤さんの、まあ、インストラクター後藤さんはじめ、はい、小林さん、木間さんとですね、共有といいますか、まあ、あのテキストは、武田先生の、はい、戦略社長塾というところなんですが、はい、まあ、非常にそのなんて言いますか、多岐にわたって、まあ、もちろん全然私は社長としてはダメ社長だってことも分かったんですけど、あのやってないことはすごく分かりましたし、あとはその後藤さんなり の, その簿記の視点というところがあった点と、その非常に分かりやすいその簿記 の, その言葉の解説と考え方が非常に私は良かったですね。はい、あ、ありがとうございます。はい、あのやっぱりそこがやっぱり後藤さんの今回の社長塾の強みだと私は感じてますし、はい、あとはそのあとオリジナルで今回のまあ我々の目標に対してそれぞれの皆さんからご意見いただくというこの、アイディアと言いますか、はい、それも非常に今回良かった。他の人がどういうふうに考えてらっしゃるかと、はい、そういった意見交換が本当に今回異業種の方で集まってますので、それは非常に良かったので、はい、ぜひ、第2回も、はい、頑張って、はい、勉強したいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。いえ、こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございます。